やっぱり起筆変化が出ますね。面白い作品ができると思いますね。やっぱり起筆が大事というか、すべて起筆によって字の形とか、線が丸い線になったり直線になったりするんですが、こういう筆の入りですね、こうってきますが、これよりもう少しぐっともう少しこの起筆を強く。でこういう線ばっかりだとうるさいなって思う時にグッと押さえてこのまま持ってくる。でそうすると変化が出ますね。起筆ですね、筆の入りを変えるだけで表情がガラッと変わりますので、ここら辺も面白いところですよね。隷書に限らず楷書でも行書全てそうなんですが、起筆もこんなただツンと入れただけので書く場合もあります。こういう感じですね。そうするとグッとこう潰した、扁平に潰したような作品というのは効果的だと思いますね。そこら辺もこう考えながら書いていただくと面白い作品ができると思いますね。